はい、モビオオンライン展示会、本日は株式会社山中豪金様にお越しいただいております、営業本部国内営業部フィールドセールスグループの佐野さんと神吾さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ですけれども、山中豪金様の事業概要をご紹介いただけますでしょうか。弊社山中豪金はですね、鍛造用金型の製造販売と、あとはシミュレーションソフト、ディフォームの販売を、行っております。で、約5年前からですね、ピエゾボルトというセンサーを取り扱っておりまして、で、今回はそのピエゾボルトのご紹介をさせていただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。本日佐野さんは、千葉からご参加いただいているということで、はい、そして神吾さんは大阪の本社からご参加いただいていると。私の方はですね、ピエゾボルトと合わせまして、弊社の方で取り扱っています、解析ソフトウェアでありますディフォームという製品について営業しております。ディフォームは20年以上弊社の方で取り扱っている、非常に長く使っていただいてお客様に使っていただいている製品ですので、解析の方でご興味がございましたら私の方に、お声掛けいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではいろいろな事業を展開されている山中豪金様ですが、今日は新しい、商品ピエゾボルトというものをご紹介いただくということで、それではピエゾボルトのご紹介させていただきます。ピエゾボルトはですね、既存のその六角穴付きボルトに特殊な加工をしまして、で中にピエゾ素子を埋め込んだセンサーとなっております。でドイツで開発されたものをですね、ライセンス契約を結びまして、で日本で製造販売をしているような形になっております。で基本的には半ネジタイプのものになっております。また使用する際はですね、ピエゾボルトの頭の部分に、ケーブルを接続しまして、こういった専用計測システムに接続することによって、計測からあとは評価までですね、これ1台で計測することが可能になります。では実際に使用している部分ですね、ご紹介させていただきます。今ちょっと分かりづらいんですけども、ウレタンにピエゾボルトを入れて接続側を潰したりですね、上部から潰したりということになるんですけども、外側から潰した時にピエゾボルトは伸びようとしますので、画面でいうと上側に波形が発生します。逆に上下潰そうとした場合は、ピエゾボルトが縮もうとするので、圧縮側の波形を出ているというような形になります。で、その応用編ということでは、こういった金型に取り付けたりですね、あとはダイセット側に取り付けたり、その他、ご覧の通り切削などのですね、ジグにこう取り付けたりとか、かなり幅広い使い方が可能なセンサーとなっております。では具体的な活用例のご紹介をさせていただきます。弊社ではこのスマート1からスマート4までということで挙げさせてもらっているんですけども、今回はスマート2のご紹介をさせていただきます。スマート2ということでは、とにかく不良品を流出させないというような取り組みになります。でこちらに挙げている通り、不良品を自動選別したり、あとは金型の負荷状態を可視化することによって、とにかくその金型のダメージを抑えてあげるという感じになるんですけども、寿命の改善というところにもつながります。で実際に右側に動画があるんですけども、不良品が発生したときに、このようにですね、ドアが出てきて、で不良品を違う球体に移してあげるというような。はい、ということで、常設展示場いつも、ご紹介いただいております2人のコーディネーターに今から質問をしていただきたいと思います。じゃあ児玉さんからいきますか。はい、
はい、佐野さん、ご説明ありがとうございます。はじめにですね、ちょっと今回初めてピエゾボルトをご覧になる方も多いと思いますので、ちょっとサンプルをお手持ちあればですね、どういったものかご説明をしていただけますか。実際にこのようなものになるんですけども、見えてますか。見えてます。その上の方にセンサーが埋め込まれていることになるんでしょうか。はい、そうですね、六角穴付きボルトの、中の部分ですね、はい、に、特殊な加工をしましてセンサーを埋め込んでおります。そして、うん、この頭の部分に、こういったケーブルをですね、回してあげて、で接続して使用するような形になります。先ほどのご説明の中で圧電センサーということだったんですけども、そうすると、はい、そのネジ全体として外部からの圧力がを 電気信号に変えて、でその外への、情報を出すと、そういうものなんですね。はい、おっしゃる通りと思います。わかりました。ここの部分に圧電素子が埋め込まれてまして、はいはい、でボルトがこう伸び縮みしようとするものを検知して、で、電圧信号ということで出すようなセンサーになります。わかりました、はい、そうすると使う場所としてはですね、ボルトに圧力がかかるところ、そしてかかりすぎてはいけないようなところが今使ったら便利かなと思うんですけれども、工場ではですね、佐野さんいろんな工場にお邪魔されていると思うんですが、具体的にどういった工程でこれを使ったらいいものなんでしょうか。そうですね、やはりある程度力のかかる工程というところになりますと、弊社のその事業柄というところもあるんですけども、やっぱり鍛造工程であったり、あとは、それこそプレス加工ですね、がメインのお客様となっております。で、その他、切削加工ということで、先ほどの動画でもご紹介したんですけども、そういったジグなどですね、に取り付けて計測するということも可能となっております。そういった場合にですね、例えば圧の条件とかあるんでしょうか。例えば、プレス金型ですと結構大きな圧力がかかりますよね、はい、一方でもっとごくごく軽い、最近精密加工が多かったりするとあまり圧力をかけないで精密な加工をする場合もあるんですけども、そういった圧力なんかをの条件というものはあるんでしょうか。基本的にはですね、ボルト自体が組成変形しない限りは使用することができますので、なので既存のボルトを置き換える程度であれば、結束は可能となります。であとはですね、最小の力ということでいくと、一応交渉値としては、1ニュートン程度から結束することが可能となりますので、本当に小さい荷重が発生する場所で結束するということも可能になります。なるほどね、わかります。そうするとそういう荷重だけの問題ですから、例えばプレス工程ではなくて、例えばですよ、射出成形の金型とか、そういったところでも可能なんでしょうか。あ、おっしゃる通りでございます。わかりました。はい。はい、あとですね、最近はその不良率を下げたいという、良品を出したいという各企業様の思いがあるんでですね、いろんな工程でそういった近いものをシステムを作ったりされていると思うんですけども、他の方法と比べてですね、御社のこのピエゾボルトを使うことによる利点、あるいは便利性、そういったものはどういうところなんでしょうか。はい、やっぱりピエゾボルトの最大の特徴は感度が圧倒的にいいというところがあります。で、他のセンサーでいきますと、そのピエゾ素子を使っているセンサーですね、でいきますと、やっぱり音の影響が結構うるさかったりですとか、あとはその実際の生産現場に取り付けようとすると、どうしてもなんていうんですかね、強度がないとか、そういった問題点が出てくるんですけども、ボルトの中にピエゾ素子を埋め込んで、センサー化してますので、感度のいいという最大の特徴を生かしながら、ボルトとしても使用することができますので、その耐久性というところにも優れているというようなセンサーになります。わかりました。で、少し私イメージ的に知りたいんですけども、ボルト、ピエゾボルトというのはセンサーはあくまでも、データを感知する部分ですよね、測定する部分ですよね。はい、実際にその企業様が工程の中でお使いになる場合には、それをデータをいわば測定するだけではなくてですね、それを評価して、でさらにいろんな可動機の中にですね、運動を
変更するようなことをする必要があると思うんですけども、ピエゾボルトを使うためのですね、意識のなんかこうシステムセットアップというのはどんなものになるんでしょうか。はい、基本的にはですね、2パターンございまして、先ほど動画でご紹介しましたその専用計測システムというものがあります。そちらを使用することによって、ピエゾボルトとその専用計測システムだけで、計測とあとは評価、あとはその設備側へのインターロックとしてですね、信号を送ることも可能となります。ですがそれはあくまでもピエゾボルトだけを使用する場合の使用方法になるんですけども、例えばなんですけども、その違うセンサーも一緒に同じなんていうんですかね、データローガーであったり PLC で、組み込んでやりたいという場合ですと、別途その電圧信号に変換するチャージアンプというものも持ってますので、そちらをご使用いただいて、で、PLC に組み込んでいただくというような形になります。その場合は固有のその解析ソフトであったり、あとは別途また購入されたりという形で、かなり汎用性は高くなるかなと。そういった、企業様のいろんな思いがあると思うんですけども、その場合は御社の方にですね、ご相談行かれたら、あるいはご相談を受けられたらですね、既存のものをこう使いましょう、さらに、ピエゾボルトでこういったことをしましょうと、そういうようなご提案をしてもらうことになるんでしょうか。そうですね、はい、やはり弊社のシステムを買っていただくことが一番いいんじゃいいんですけども、やっぱりその既存の設備を使いたいっていうところですね、のニーズももちろんありますので、それに見合ったご紹介させていただけたらなと思います。わかりました。あとその評価の部分でですね、ピエゾボルトからのデータが来たときに、先ほどご説明あったような異常かどうかという判断がいると思うんですね。はい。そういったようなシステムを、見て判断するような支援というのは、いろいろ山中合金さんの方でもされているんでしょうか。もちろんです、はい。なので、まずはその出張計測という形で対応させていただければと思いますけども、まず正常なデータを収集します。その後に例えば異常な信号がその中に出てきた場合、正常な波形と異常な波形を見比べて、でこういう差があるから、じゃあ具体的にここの部分に、異常検知用の窓を貼っておきましょうとか、そういったことで、判別しているような形になります。なかなか異常も見つけるの大変ですからね、はい、それをやっぱりプロの方でいろいろ新しい視点でね、見ていただくというふうに企業さんもお助けになると思いますね。はい、あともう一つだけ知りたかったのはですね、異常を検知した場合に他の機械を、例えばさっきの人街頭でですね、不良品をより分けるという方法がありましたけれども、例えばプレス機を止めるとかですね、特に最近は24時間稼働されていたりしてですね、一晩中不良品を作ったら大変なことになると思うんですけども、そういったような他の機器への信号を出してですね、システムを組んで、いうふうなことも可能になるんでしょうか。はい、可能になります。なので電圧信号として、出力することができますので、なので設備側にそれを、出力させることによって、プレスを止めるであったり、あとはパトランプ鳴らすとかですね、そういった取り組みも可能になります。はい、よくわかりました。ありがとうございます。じゃあ村井さん、どうぞお願いします。はい、村井です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。先ほどの動画の中でですね、ピエゾボルトがですね、基本サイズの半ネジを取り揃えていますと。おおむね M6 から M20 まででしたかね。6種類を揃えたということなんですけども。使う側にすればですね、それ以外の、例えばボルトの長さ、頭の部分の厚みとか、ネジ部分の長さとか、ネジピッチとか、さらには締結する部分の、いわゆる締結する材質ですね。同じ材質の方が効果があるのかどうかとか、そこら辺、それぞれの希望のニーズに沿うことは可能なんでしょうか。はい、基本的にですね、その六角穴付きボルトであれば、その、長さやピッチなどのですね、特注品の対応は可能となります。ですけども、そのセンサーユニットを入れている都合上ですね、半ネジにしか対応しないということはあるんですけども、基本的にそのお使いのボルトをご支給いただければ、それを特注加工ということですることは可能にはなります。
ですけども、例えばなんですけども、その六角頭のボールペンに使用したいとかということになると、別途ご相談という形になるんですけども、基本的にそういう、違う種類のボルトを使用する場合は、例えばなんですけども、このピエゾボルトよりもちょっと一回り大きいボルトにですね、穴を加工してあげて、でこのボルトの中にこうピエゾボルトを埋め込んであげるっていうやり方で対応させていただいております。材質、内容にもよるんですけれども、はい、大体、注文を受けてから何日ぐらいで収めることが可能でしょうか。そうですね、標準のラインナップ品であれば、2週間ほどで納品することは可能なんですけども、その特注品ということになると、長くて2ヶ月見ていただければなと。早くて1ヶ月程度で納品することです、はい、ありがとうございます。あともう2点あるんですけど、1点目、ピエゾボルトの加工例の中にですね、先ほどの動画で、既存ボルトとの、入れ替えによるセンシングのほか、自工具との組み合わせによって活用の幅が広がりますという、そういう画面があったんですけれども、具体的に、何を加工しようとしている設備、もしくはその自工具なのかちょっと知りたかったんです。動画にあったんですけれども、はい。基本的には、力が伝わる、ボルトであれば何でもこう置き換えることは可能なんですけども、例えば、先ほどの動画でもありました通り、そのプレス機の中にあるその金型を締結しているボルトであったり、はい、あとは旋盤とかマシニングセンターとかですね、そういった工作機械の、クランプ用のボルトと置き換えるということも可能になります。でそういうふうにすることによって、金型の割れであったり、そのかじりとかですね、そういった異常を検知することも可能ですし、その工作機械に使うことによって、工具の摩耗とかチッピングですね、そういった工具側の異常ということを検知することが可能になります。そうですね、はい、よく分かりました。最後なんですけれども、御社は鍛造用の金型がね、非常に有名なんですけれども、今回画像の中に切削工程の異常検知、いわゆる機械加工、引き物屋さんでもですね、このピエゾボルトが使えるよということが、多分アピールの像としてはアップするのかなと思うんですけれども、その中にありました切削工程の異常検知、例えばどんな状態の異常検知できるのか。はい、はい、どうぞ。切削工程の場合、ほとんどがその機械側で、なんていうんですかね、例えばエンドミルが破損したりすると、それを、電圧かなんかの差によってこう検知するっていうような形で取られたらとは思うんですけども、ピエゾボルトを使用することによって、例えば摩耗が進んでって、折れとか欠けとかっていう、そういう予兆を検知することも可能と思う、考えてますので、その予兆を検知して、その破損する前にですね、その設備にこうフィードバックをかけてあげて、で事前にこう通路交換してあげるというような取り組みを現在、開発も進めているような形になります。はい、さらにはその金型寿命の改善、それとプレス工程の不良品検知、それとプレス設備の予防保全という部分があるんですけど、それぞれあと3点ですね、こういう部分で改善で金型寿命が改善できる、プレス工程では不良品、こういう形で検知できます。プレス設備の予防保全はこういう形で予防保全できますよっていうのはちょっと、簡単に3例を挙げていただければなと思います。はい、まず金型寿命の改善ということに関しては、もちろんセンサーを取り付けただけでは金型寿命の改善にはつながらないんですけども、とにかくその金型にかかる負荷を見える化することによって、見えることっていうのはその材料の違いであったり、その潤滑状態の違いによって、毎回こう、鍛造している時の成形状態の負荷っていうのが変わってきます。で、その負荷が大きければ大きいほど、やっぱり金型寿命としては悪くなりますので、負荷の違いが発生しないような、例えば潤滑条件を揃えてあげましょうだったり、あとは、前素材のその、ボリュームバランスっていうんですかね、を、均一化させましょうといった、そういった改善の活動ができるっていう意味で、金型寿命の改善というふうに挙げさせてもらっております。
であとはプレス工程の不良品の検知ということでは、まあ、一般的に、よく私たちがご紹介している内容としては、とにかくその金型の割れなどの金を検知して、でとにかくその設備を止めて不良品を出さないといった取り組みですね、がメインになります。その他、まあ、先ほどの動画にもありました通り、その、まあ、単造品の充填具合であったり、あとはその例えばゴミが付着してで打痕のようなものが発生するとかですね、まあ、そういった検知もできますので、とにかく不良品を出さないというような取り組みをしております。最後にそのプレス設備の予知保全というところでいきますと、まあ、こちらはドイツの事例になるんですが、プレス機の、まあ、中の方にですね、ゲージボルトを埋め込んであげて、で実際にこの成形時の負荷というところを見える化した事例がございます。その際に、普段生産しているプレス速度だと、もうとにかく頻繁に故障してしまうというようなことがあったんですけども、ゲージボルトで見える化することによって、まあ、いわゆるブレイクスルーって言われるですね、その板を抜いた時の反動が結構大きく発生しているということが見えてきました。で、それを改善するために、じゃあどういった、成形条件から好ましいかということで、いろいろ実験した結果、まあ、プレス速度を速くして、で、潤滑条件はこれにした方がいいっていうような、条件を見つけることができるというところがありますので、まあ、とにかくそのプレス設備側にもかかるその応力負荷を見える化することによって、まあ、最適な条件を見つける、出すことができるということと、あとは、まあ、とにかくその負荷を抑えながら、でそれが負荷が上がってきたら徐々に、設備をちょっと修理しないといけないねっていうような取り組みにも使うことができますので、まあ、そういった意味で、予知保全ということでご紹介させていただきます。はい、どうもありがとうございます。まさしくものづくり企業さんがコスト、品質、納期、それをまあ守るため、または低減するためにですね、このピエドボルトが非常に役立つだろう。また、現に役立ってるということなんですよね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。そうですね。まあ、弊社ということでは、そのピエドボルトを、まあ、ただ販売するだけではなくてですね、もちろんその現場でのお困りごととか、そういったところをヒアリングして、ね、最適なご提案させていただければと思いますので、まあ、お気軽にご相談いただければと思います。よろしくお願いします。